今回は、土子戦場に向けて肉集め編成を紹介していきます。まずは、今回からの変更点を確認しておきましょう。やはり一番大きな変化は、HP の引き上げです。EX は、1555万から2000万に、EX プラスは、2400万から3500万になり、さらに、それに伴って獲得できる肉の量も増加します。これグラには、EX が 1.3 倍、EX プラスが2倍と書かれていました。HP が増えたことによって、ほとんどの人はアビ墓地もしくは召喚が必要になりますが、この数値をそのまま受け取ると、時間効率は上昇するのかなと思います。そして、これは以前の動画で紹介した、1ポチして強いキャラをまとめたものです。この後編成例を紹介していきますが、ダメージが足りない場合は、これを参考にして1ポチ増やすなど試行錯誤してみてください。懸念点としては、肉が入っている確率箱のドロップ率がどうなっているかです。確率が低めだと、片面かぐやや両面かぐやの恩恵が大きいですが、一方で、確率が高い、もしくは確定箱だけになるとすると、かぐやの必要性が下がってきます。そして、肉のドロップ数が 1.3 倍や2倍になると書かれていましたが、かぐやとかのドロップ率をどれだけ持った場合の想定なのかわかりません。これに関しては、実際に検証してみて初めてわかることとなっています。また、土子戦場までに実装される要素は、リミゴ風呂採集、浴衣シルバとフィオリとのバランス調整、レジェフェス、真珠部のスマッヒトとなっています。さて、これ以降は実際の編成を垂れ流していこうと思います。それではご覧ください。健康一滴元帥者、そこだ聖平寺、黄昏聖平寺、黄昏ボムザシステム、ファット負けない、ごめんなさい。そこ、戦邪魔するな、そこ戦、そこ邪魔するな。の悪い輩にはこうじゃ、せっせっ、そこ邪魔するな、トイトイ、ハッホー、そこトライバット、じゃ、水分補給、そこ行くぞ、そこ邪魔するな、せっせっ、そこ邪魔するな、どう、くらえ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 、次行ってみよう。
そこ邪魔するな。そこ行くぞ邪魔するな。ソルギーはぁ、ソルギーはぁ、やからにはこうじゃ。せ邪魔するな。よはっ、トゥ自由への一歩だ。タッチの悪いやからにはこうじゃ。いくぞ、せ邪魔するな。よはっ、よっ、トゥせっ、くらえ、ソルギーはぁ、やったよ、お母ちゃん。行くぞ邪魔するな。トゥえいよしと。行くぞそこ邪魔するな。ソルギーはぁ、水分補給を。そこ邪魔するな。くらえ、せくらせ、いくぞ。警戒は怠らん。そこ邪魔するな。せそこか。これは